オーダーの戦士の中にはエキジビションに住んだことのある者はいない。そんな彼らが自らの命を賭してまで見ず知らずの僕たちを助けようとするだろうか。一体何のために。もしかしたら僕と同じように神に見捨てられたこの僻地の駅だけでなく、ダークワンがメトロ全体の脅威になると考えているかもしれない。あくまで予想だ。でも一つだけ真実がある。僕はそんな人々を期待して待つことはできないし、敬意を示すつもりもない。彼らにしてみれば僕らの出身駅や宗教、求める政治なんかどうでもよく、僕たちが人間であり危険に瀕していたことが重要なのだ。オーダーエクが割るには人類の最後の隠れ家であるメトロを死ぬまで守り抜くという誓いを立てなければならない。オーダーの中には勝利を信じている者もいるが、多くが人類には破滅以外の道は残されていないと考えている。それでも彼らは武器を下ろして降伏することなど全く考えていない。まるでハンターの同志だ。それこそが僕にとって彼らの一員になることの最高の栄誉となるだろう。